初登場は B ランク、ファーストでの起用がメインだった。初の S ランクで登場、特殊能力にパワーヒッター。ビシエドの離脱後は4番としても活躍、またしても A ランクの登場。開幕から右肩の怪我に苦しんだ。打撃開花でステータス強化、キャリアハイの18ホームラン。特殊能力に広角打法が追加され、選手会長に就任。超広角打法に強化され、自身初の規定打席に到達。ステータスを下げ、途中出場も多くなった。後半戦覚醒し、9月には月間 MVP。 走力が微強化され、特殊能力に対左投手が追加。ステータスは変わらなかったが、連続2桁ホームランが4年でストップ。ステータスが下がり、前半戦は思うような結果を残せなかった。さらにステータスは下がったが、先日自身初の2打席連発、4番福田の世界戦見てみたいな。